結構こう中国のからが日本の土地をたくさん買ってたりとか、政治家の中に中国の血が入ってるとかよく言われますけど、そのさっき戦わずして勝つっていうふうなものがあって、実質こうかなり支配を受けているんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺はどうでしょうか。そうですね、やっぱりその人間って欲に弱いから、例えばお金とかハニートラップとかそういうのに弱いですよね。政治家の先生たちも北京にご招待を受けたりして、ね、そういうところで何らかのこの、ハニトラに近いようなことにあったりとか、そういうとこ別にハニトラじゃなくても本当に裸みたいな感じの女性がわーって出たところ、パチッと写真撮られたらもうその人たちと一緒にいたってことになって、それで揺すられたりするじゃないですかね。だからそういう目に遭ってる先生も少なからずいるはずだし、でそれからあとは秘書としてね、政治家の秘書としてやっぱり中国が戦略的に日本でそういう、東大を留学して優秀な中国人の女性とか、そういう人そういう形でね秘書にしたりしてるんですよね。だからそういう人たちっていうのはいろんな情報をその先生たちの恥部を掴んで、それで揺するじゃないけど何でもできるじゃないですか。だから まずそういう状況でっていうのはずっと続いてきた。それは日中友好と言われてる、もうなんていうの、50年60年の時代ずっと着々と中国は昨日の今日ではなくてやってきたことであるという、事実。そしてあとやっぱり日本は法整備っていうところ の弱さとか、それをわざとやらないっていう部分があるんだと私は思うけど、例えばニセコのとかももちろんそうだし、東京都内もそうだけれども、ニセコなんかいい例でね、私は2010年に北海道千歳とかニセコとかそこら辺の支援買われてるっていうのを文春で書いたんですよね。それが最初の告発で2年ぐらい取材してその後ようやく出したんですよね。でもう今去年たまたま行く機会があってニセコに行ったんだけど、もう日本じゃないわけですよ。もうどこに日本人がいるのっていう部分と、あと物価的にも日本ではない物価になっているし、で家もなんていうのカナダかしらっていうカナダに来たかしら、バンクーバーに来たかしらみたいな感じの、素敵な家もいっぱいあり、でもちろん私の試合の人は外国人相手とか含めて仕事をしてるから、ニセコに行ってとてもちゃんとしたいい生活してるけれども、もういずれにせよその物価的にも変わってしまってるし、もう何もかもが日本じゃないように見える状況になってるわけですよね。でその上で彼らそこに居住をしていないから、税金をいろんなものを落とさないわけですよね。ね、その上で例えば高い、ある時も言ってたけど、高い建物ができたら、今までは消防のはしごは2階まででよかったのに、マンションができたことによってそのちっちゃな町の財政でもって別の消防車を買わなきゃいけないじゃないですか、ね、それ外国人のために我々の税金を貢いでんですよね。我々っていうかその町とかの、ね、税金、国の税金含めて、そういう状況がずっと続いていて、だからそれはニセコっていうことを一つの例で言ったけど、それはいろんな町で起きてることだと思うんですね。それでやっぱり今都市部もね、東京すごく上がってるじゃない。これはやっぱり不動産の再建化っていうのかな。だから有料物件にしてちょっとかっこいいビルにして、みんな双方で働けるような人、今テレワークっていうのかしらがいっぱいいるようにして、そしてみんなで集えるような場所も作ったりもして、それですごく収益が上がる高い物件にした後、バイアウトっていう方法で次に転売して次に転売してっていくね、そういうビジネスモデルが日本にも入り込んできてるんですよね。だから残念ながらいずれはっていうか今も含めてだけれども、都心には日本人の普通のサラリーマンの人はもうほぼ間違いなく住めなくなるし、高すぎて、でそういう、中国ももう不動産で何かするっていうバブル の崩壊というか終わってる時代だから、今そのターゲットが日本でもあるということになると思うんですよね。だから日本のお財布、我々個人のお財布からそういった日本の資産からそういったものっていうのを、ディープステート系のブラックストーンとか、ブラックロックとか、両方とも岸田氏は訪米する前に会ってるし、ブラック
ロックの方で言えばラリー・フィンクさんはもう世界に力を持ってるぐらいの、ね、形の人だし、まあ、2030年のアジェンダに深く関わってる人だし、でそういった人たちと岸田氏が会ってるっていうのは、岸田氏の感覚で言うと、あ、どうぞ買ってください言ってるのはもう見えてるし、それで我々の年金機構とかのこうたんまりあるお金なのか、いろんなところをどうぞ運用してくださいってね。だから小泉さんの時に郵政民営化をしたわけだけれども、その最終段階で全て我々が丸裸になって終わるみたいな、その可能性もあるし、やっぱりそれはグレートリセットっていう中で You own nothing and you're happy って言われてる、要するにあなたたちは何も持っていない、そして幸せですって勝手に決めるなって話でしょ。だからそっちの方向に進んでるのは事実だから、それに気づいたらどうやってプロテクトするかとか、あとやっぱりお金より何が価値が私はあるかって、やっぱり食べ物なんですよ。いくらお金があっても食べ物なきゃ、まあ、飢えて死ぬからね。だからそれで食べ物だし、それから人との関係なんですよね。自分の心をなんていうのかな、活性化できるものっていうのは自分一人だけでね、自家発電できる人あんまりいないので、だからやっぱり人間関係があって、食べ物がちゃんといい食べ物、いいっていうのは体にいい食べ物が、そしてまあそれなりのお金と家とか好きな人たちと一緒にいられるというね、家族と、そういう状況を自分たちでこう建設的に守りつく、建設的に構築して自分の幸せを作って広げていくっていうことは、意識してやったら楽しいと思うんです。だから不安っていう感情をとか、その字というかね、文字を頭から消すべきだと思うんです。なるほど。前はこれが起きたらどうしようだけでごもんもんと考えるんではなくて、まあ、自分にできることをこう考えるってことですかね。そう。で私もね、だから、まあ、実家はちょっとちっちゃいけど一坪以上の農園みたいにしてて、ずいぶん前からそれをまだ広げられるから、ある時こうやって広げてね、でそこにまた野口の種っていう、その要するに F1 と言われてる一世代で終わりではなくて輪作できる種を買って何種類も植えて、そうするとやっぱりこうハーベストができる頃になるとなんかワクワクするし、でその去年なんかも2ヶ月ぐらいはインゲン、実家の方はまあ、母一人なんだけどね、今毎日10本ぐらい食べても2ヶ月分ぐらいあったぐらい食べられた、本当に大成功で、ありがとうございます僕も今自給自足プロジェクトっていうのを全国でやってて、はい、やっぱ重要だなっていう。そう、それでできてくると楽しいし、美味しいと思うじゃない、自分で作ったものとかね。だからそういう、今まではもうカードでピッとスーパーでパッて買えるっていう、その便利さを求めてきたし、それはそれで全然悪くなかったわけだけど、あえて現金で人とやり取りするようなちっちゃなお店に行ってみたり、なんか行動様式を変えるっていうのもやりだすと楽しいですよ、うん、と私は思ってるんですけど、はい、ありがとうございます。あと、まあ、2つほど短くちょっと聞きたいんですけど、岸田首相のその国賓の例のあったじゃないですか、訪問がで、まあ、結構ひどかったっていう、うん、まあ、ことなんですけど、アナリストの高岡氏の話によれば、まあ、そもそもこうウクライナにアメリカが出し続けるのが厳しいなとなった時に、あ、日本がいるじゃないかと、日本の財布があるじゃないかって言って、この岸田君って言って、まあ、出してくれたら国賓でまあ迎えるよっていうようなやり取りがあって行ったというふうに聞いたんですけど、まあ、それも含めてというか、その今回の訪問全般どうですか。まあ最悪ですよね、これで本当に最悪はないし、国賓って書いてあるけど、国賓ってステートビジットでしょ。だけど岸田氏のことはホワイトハウスのホームページにはね、オフィシャルビジットって書いたんですよ。だから日本は勝手にね、マスメディア国賓って言ってるけど、それは実は正確ではないとね。これはだからマスメディアが悪いのよ、皆さんが悪いんじゃなくて、で私はそういうの必ず原文で見てるんですよ。で例えば9年前の安倍さんはちゃんとステートビジットだったのね。でその同じ年かな、習近平氏もステートビジットだったんですよ。で岸田氏の場合はステートディナーだったわけ、わかる？だからご飯だけ国賓そうで、オフィシャルビジットの岸田氏をステートディナーで迎えるとちゃんと書かれてるわけ。
ね、だからステートディナーって言葉があるから、まあ、国賓のようなその、ね、ディナーそれはあったっていうのは事実なんだけれども、まあだから本当の意味ではオフィシャルビジットだから、オフィシャルビジットっていうのはどっちかというと公式参拝に近いんですよ。生かしていただきます。生かしていただきます、ね、でその上でね、先ほどの方がおっしゃったのと同じような感覚なんだけど、まあ、いろんなメニューっていうか宿題が駐日大使のエマニュエル氏から出ていて、これは推測ですからね、推測出ていて、そしてその中に安倍派を一掃することとか、あ、もっとウクライナに金出せとかね、まあ、もちろんいろんなそういうメニューがあって、特に安倍派とか、あと親中派の人たちをの待遇とか引退に追い込めとか、いろいろメニューがあるところ、分かりました分かりましたって、それをやったからオフィシャルビジットでステートディナーだったのかなっていうふうに私は考えていて、よしよしよし、よくやったぞみたいな。そうで、空港で迎えていたのはやっぱり駐日大使だったわけで、はい、だから友人とか言ってたの、もしかして同じ飛行機に乗ってたんじゃないか先に降りてね、でだからレッドカーペンをか、ね、カーペット歩いてたのも岸田夫妻だったでしょ、他の人いないんだもんね。だからまあそこまでね、まあ、バカにされてしまってるっていう状況と、まあ、違う言い方をすればやっぱり恫喝っていうか、まあ、それに近い状況はやっぱり今アメリカからあるんじゃないかなと私はずっと思っていて、まあ、特に非常に分かりやすい例が、まあ、安倍さんが一回辞められた後菅さんに代わって、で菅さんの時も、まあ、アメリカに呼びつけられたじゃないですか、ね、それからあと急にこうモードに日本がバーッと変わったでしょ。だからそこら辺も向こうで何を言われて怒鳴られたか大体想像つくじゃないですか、ね、だからそういうことと同じで、いや自分はそれはノーなんだ、いやうちの国にはそれは合わないからノーなんだって言える最後の大物というか、その安倍さんがあのような形でね、まあ、2年前の7月に亡くなった、殺されてしまったので、次はどう、あとはどう懐柔していくというか、日本を使いたい放題使うと、それは人間も使い、それから日本がちょっと優れている技術もやっぱりデュアルユースで使える技術もあると言われているから、戦争に使える技術も一緒にやっていく、ね、でだからそれから我々のお財布も一人一人はちっちゃいけど総合計で大きいからそれも使っちゃうとか、もうそういうふうな方向にも、まあ、行っちゃってるってことですよね。そうですね、ちょっと本当に政権ひっくり返ってほしいなと思って、いや本当そうなんですよ。ほとんどの人全部総入れ替えぐらいしないと、はい、でやっぱりその野党も機能してないし、で野党に変わったとしてももっと日本が悪くなるぐらいなもんで、何も変わらないと思うんですよね。だからまあ本当にね、その部分で言うと、こう当然若い世代の人で日本のおかしな状況を気づいた人は気持ちが暗くなるというのは分かるんだけれども、でもねやっぱりなんていうのかな、私この頃思うのはやっぱり中国人ってだから自分でどうやって生きていくかって力を持ってるんだっていうのは、改めてそのね、お上がいつもひどいことばっかりやって我々から搾取してひどいことしてるから、どうやって自分のお金を守って、どうやって自分の家族の身を守って、どうやってっていうね、そしてどこに逃げるかまで考えてみたいなね、だからね、そういうのの少しだけでもその部分っていうのは、中国人のその生き方をね、学んでもいいんじゃないかってこの頃そういうふうに思ってんですよ。まあ、要は上が当てにならないから自分で考えてそうするっていう力がもう身についてるっていうことですかね。そう、まあ、それはなんかイスラエル行っててもやっぱ感じますね、うん、すぐ一回で国がなくなってしまうっていう緊張感があるので、うん、やっぱいつでも考えますし、ね、自分の力でどうやってどこでも生きていかれるようにってね思うしね、絶対。あとやっぱ現地でもそのデモ、ホテルの真ん前でデモが起きてたんですけど、既存の政権に対してやっぱり不満が、うん、イスラエルの人々もすごくあって、それをやっぱ表現してどうにかこれをこう変えようっていうか、ひっくり返そうっていう、うん、気概と言いますか。そうよね、だってやっぱりガザの方たちなんかのことを冷静に考えればイスラエルの人だってお気の毒って思うと思う、ね、そうですね、やっぱ政府の考えとか国民の意識がだいぶ違う。そう、だからこれは結局世界ほとんどのところがそういう状況になっていて、
政府っていうものと国民っていうの意識がすごく乖離してるでしょ、うん、日本もそうですよね。そう、日本も本当にその例で、はい、それを考えると乖離 していないだろうところっていうのはやっぱりロシアなんですよ。だからやっぱり 85% ぐらいあったわけでしょ、この間の支持率。あれは別に持った数字じゃないと思うのね。でやっぱりそのプーチンであったり今の政権が自分たちの身を守ってくれる、そして自分たちの食べ物をね、少なくとも自給率上げて食べさせてくれるっていうような、いろんな部分の信頼っていうのが持ててるからあれだけ数字が高いと思うんですよ。だから本来の政治っていうのは もちろんそうあるべきだし、だから私からすれば、私は2000年の、ね、5月にプーチンが出てきた時からっていうか、その前からなんだけど、彼のことが好きだったのでずっと、まあ、素晴らしい人間だと私は勝手に思ってるんだけど、その中で思うことは、そのプーチンでありね、彼らは神の元の自分だっていう気持ちがあるわけですよ。要するにそう、神様いて自分ね、その中で生きているんだというふうに考えているけれども、西洋社会の今リーダーに選ばれた人って自分たちが神だっていうことをそう言っちゃってるし、本当に世界経済フォーラム、ヤンググローバルリーダーあたりの人もね、まあ、下手したら頭かどっかにチップ入ってるんじゃないかと思うんだけどもうなんか勘違いしてるぐらい、自信というより過信というか、自分たちが全てすごいんだってなってるでしょ。私はね、だからすごい神の存在を信じてるんですよ、子供の頃から。でだから宗教心じゃなくて信仰心じゃなくて、神の元の自分って考えていて、それはちっちゃい頃からなんですよね。でだから誰が見ていなくても悪いことはできないって自分で決めてる。だからなんかよくわかんない哲学かもしれないけど、だからそのそういう感覚の強い人っていうのに私はなんか惹かれる部分があるんだけど、やっぱりその政治家はそうあるべきだと私はね思って、無視の精神であり、そしてまあ国民のため、そして国益のためって思うし、それとね、100歩譲って私は別にグローバルな世界でもいいと思ってるんですよ。ここはあの完璧な保守の人と私の考えの違いなんだけど、だけどそのグローバルな世界の中のリーダーがね、無心の精神で世界の人々のために生きてるんだったらそれでいいじゃないね。それであの日本人という民族性も大切にしてください、そちらそちらで、そちらそちらだけど一つの政府でこんな風にやっていきましょうっていうだったらいいけど、そうではなくもう全てが強制強制、そしてノーって言ったらね、何か弾かれるってね。だから私はだからそれについてはノーだと言ってると、はい、まあ、まさにあのなんていうか、自分が、まあ 悪い政治家は自分が神であってなってて、で、まあ、良い政治家は、まあ、神を認めた上で、それは神あっての自分っていう、まあ、トランプもそうですよ。そう、トランプさんもそうだと思いますよ。やっぱりあの人をね、簡単に殺したり消したりするような人だったらとっくの昔に彼自身が消されてますよ、ね、だから非常に宗教心がある人だと思うし、だから私もトランプさんにもちろん復活してほしいと思ってるし、まあ、どんなひどい手でね。そうですよね、そこがそこが僕も思ってるところで、どんなひどい手使っていくんだろうって。そうそう、はい、それだけがね、だから、うん、標的には勝っていてもね、はい、何をされるか分からないというか、そうならない状況で戒厳令でも敷かれて除染される可能性もあるし。そうですね、すごく分かりますはい、ありがとうございます。ここからあの不正字でっていうか隠語で、あの消されるやつなんで言いたいですけどあのちょうど昨日あのメッセンジャーなんとかなんとかの接種を停止しストップするための国民の連合を知ったんですけど、で入ってらっしゃって。そうなんですよね、なんかよくわかんないけど名を連ねてらっしゃる。そうですね、なんかそういう状況に 今なってるんですけど、実はね、まあ、今まだちょっと言えないんですけど、他にもう一つ会が立ち上がるところで、それは世界とのアライアンスを組んで、そっち側の私も共同代表になる予定で、別のところの方はそういう形でこう、まあ、呼びかけの一人になったっていうぐらいな感じかな、うん、それも基本的には楽しみな
やつってことですよね、うん、その僕たちからすると。そうですね、そうです。でやっぱりそのなんていうのかしら、まだ気づいてない人いますよね、いろいろ問題をね。でも非常に具合が悪い人が増えてることぐらいは気づいてると思うんですよね。だからそれが何に原因であるかっていうことをね、少しでも気づく人が増えるべきだと思うし、で何よりもやっぱりそういう結果が出ることを分かっていた人たちが推奨してきたにあったとしたら、その結果を分かっていて推奨したってことはやっぱり罪だと私は考えていて、だからやっぱりそういった人たちがのさばっている永田町だけではなくね、まあ、霞が関というかそういった人たちには、まあ、全員、まあ、やめてもらいたいっていうか命も含めてやめてもらいたいぐらいの思ってるんですけどね、まあ、そういうふうに思ってるのは事実ですよね、うん、まさしくです。本当、まあ、ちょっとこう風向きが変わってきたことを感じるので、こういう動きはちょっと本当大切に。そうですね、そう思います。頑張ります、あの魅力ながらはい、ありがとうございます。じゃ最後になんか一言、そうですね、まあ、希望を持って生きていくといい。そうですね、遠い先のことを考えなくて私いいと思うんですよね、はい、本当今の時代って不確実な、特に今の時代はね、不確実な時代だし、それよりはこの今日をなんか楽しく生きるっていうんではなくて、今日自分ができる一生懸命を過ごすことで楽しいと感じられる自分の一日一日を更新していくってことだと思うね。だから楽しいってわははって笑う楽しさもあるし、よくわからないけど今日も楽しく過ごしましたっていう子どもたちもいるけど、どこが楽しかったのかなって思う時があるけどね、聞いてて意外とインタビューとかだけど、その何か一生懸命やるっていうことの楽しさってあるでしょ。だからそういう自分が情熱をかけられること、それが例えば24時間子どもと向き合うってことでもいいと思うんですよ。私はまあ正直なところ、子ども預けるってこと、ちっちゃな赤ちゃんを預けることに大反対の立場なんですよね、もし言われれば。やっぱり人間の力の原点っていうのは母親と一緒にいることだと思っているので、そのちっちゃい時にね、それが自分のエネルギーになって元気元の気っていうのが溜まって、大人になっても精神的に安定した人間になるっていうふうに私自身は思ってるし、で世界はそういう日本のことを解析していたから家族を話そうとしてきたんだっていうことも、まあ、理解してるわけですよ。で特に大家族っていうのが一番人間の精神的安定にいいんですよ。お父さんに怒られたり、お母さんに怒られても、おじいちゃんおばあちゃんが抱っこしてくれるし、ね、犬や猫もいたり、いろいろいて、まあ、愛っていうものの空気の中にいるじゃない、ね、それがまあ戦後それを崩壊させられたと。で各家族からだん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 孤食まで行ってしまって、そしてもちろん結婚もしない人も増えて、でもちろん選択肢が増えるのは全然悪くないと思うんだけれども、人間のエネルギーのもとっていうのはやっぱり愛する人に見守られていることの、ちっちゃな頃にそういう時代、時間が長いっていうのは人間のこう強い力につながると思うので、働くところがないからどうしようって考えたり、いろいろする人もいると思うけど、もしちっちゃな子供がいらっしゃるんだったら、子供と向き合おうと思う方が建設的だと。今しかない時間なので、その子の3歳とか4歳とかはね。でそうするとね、あの子供が例えば夜おねしょする子供だったのに急に変わってきたりするわけですよね。それを例えばなんか変に将来不安でなんか貯金しなきゃいけないから働くんだとかそういうことじゃなくて、今もう目の前にいる我が子と一緒に過ごすという、そういうその一生懸命、目の前に一生懸命っていう。それでね、もうお金の貯金はもう若いうち考えない方が私はいいと思ってて、その散財しろっていう意味では全然ないんだけど、そこで奇妙な保身に走る必要は私はね、特に若い世代は思います、うん、ないと思うし、はい、でまたね、何十年先しか老後は来ないからね、若い世代の、うん、その時の日本がどうなってるか、まあまあ、その時私はこの世にないと思うんだけどそのね、その時にまでにずっとプロセスがあるから、自分がどういうふうに修正していくかっていうことでいいと思うんですよ、はい、ありがとうございます。本当にこう そのように生きてこられた川瀬さんの力強い言葉で、はい、説得力がありました、はい、本当にこうご自身で現地を行かれて聞いたことや、まあ、体験からくる
本当にお話を今日たくさん聞かせていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは川添恵子さんでした。ありがとうございました。